皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。今日のお昼ご飯は何を食べましたか？お昼休みの限られた時間で食事をするとき、チェーン店は安心して利用できますよね。私は確実に美味しいものが食べられる安心感があって、ついつい足を運んでしまいます。今日はいつの間にか消えてしまった懐かしの飲食チェーン店を5つまとめてみました。デイリークイーン、アメリカ発祥のアイスクリーム、ソフトクリームショップで、デイリークイーンの頭文字を取って DQ と書かれたオレンジ色のロゴが印象的なお店です。主力商品は DQ ソフト、トイブソフトクリームでした。濃厚なソフトクリームは、逆さにしても落ちないソフト、というキャッチコピーでした。一番の違いは、一般的なソフトクリームのようにぐるぐる巻きに絞り出すのではなく、回さずに2段または3段に絞り出して作ったことです。雪だるまのように丸みを帯びた外観が特徴でした。またチョコソフト、キャラメルソフトも人気でした。その作り方が驚きで、ソフトクリームをコーンやカップに絞り出した後逆さにします。そして熱く溶かしたチョコレートやキャラメルの容器に沈めてコーティングするというものでした。ソフトクリームの冷たさでコーティングは瞬時に固まり、パリパリとした食感を楽しめたのです。1号店は松屋銀座店で、新宿駅東口や吉祥寺のサンロードなどにも店舗がありました。当時ビジュアルの斬新さとおしゃれさから人気を集め、首都圏のみならず全国各地に店舗を展開し、最盛期には約300店まで増えました。かつてアルバイトをしていた女性によると、超大手の銀行さんから40個とか注文が入り、アルバイトが両手に大きな紙袋を持ってコーヒーゼリーなんかをよく配達していた、なんてこともあったようです。昭和らしい景気の良いエピソードですね。そんな DQ ですが、時代の変化とともに2004年までに全て閉店して日本から撤退してしまいました。ダンキンドーナツ、ドーナツのチェーン店といえばミスタードーナツが真っ先に思い浮かびますね。令和になった今でも子供から大人まで幅広い人気があります。しかしかつてはもう一つの大手がありました。それが1970年、昭和45年に銀座に1号店がオープンしたダンキンドーナツです。ダンキンドーナツは世界最大のドーナツチェーンなのです。本国アメリカでミスタードーナツはダンキンドーナツから独立して生まれたチェーンで、しかも1990年にダンキンドーナツに買収されています。ところが日本に限っては事情が異なります。後発だったミスタードーナツですが、ダスキンが運営して手腕を発揮し、シェアを大きく広げました。劣勢に立ったダンキンドーナツは1998年に消滅してしまいました。アービーズはローストビーフバーガーを主力商品に、アメリカから1981年に日本進出しました。なんと初の国外進出先として日本を選んだそうです。一時は神戸、三宮を皮切りに東京、渋谷や六本木、そして神奈川、横浜や大阪、梅田など日本全国の主要都市に店舗を置きました。アメリカンでおしゃれな印象でしたが、なかなか定着せず全店撤退しました。グリコア一粒300メートルのキャッチフレーズや、道頓堀のシンボルマークでおなじみのグリコが展開していたハンバーガーチェーンです。1973年から1993年頃まで約20年間存在していました。キャッチフレーズはアメリカンスナックレストランでした。当初アイスクリーム専門店としてショッピングセンター内に展開したのが始まりでした。出店エリアは東北から九州まで、住宅地に近いショッピングセンター内への出店が多かったようですが、ショッピングセンターは郊外に立地することが多く、都心よりも郊外店が多くなりました。1975年からサブメニューとしてハンバーガーを加えて、1978年から正式メニューになり、1980年よりフライドチキンを開発したそうです。一部の店舗ではピザも販売していました。結果的に他のファストフードチェーンにないバラエティ豊かなメニューが特徴になりました。日本企業が経営していたこともあり、ハンバーガーは日本人の味覚に合うようアレンジされており、
パティを含め手作り感の高い仕上がりでした。親御さんに連れてきてもらって、人生で初めて食べたハンバーガーがグリコアだったという人もいるかもしれません。現在では撤退後に10年以上経つので、グリコ社員の半数以上はその存在を知らず、現在は社内で話題にも上がらないとか、少し切ない気もしますね。森永ラブ、1975年、森永製菓の 100% 子会社であるレストラン森永の運営事業として誕生しました。1号店は東京都港区にオープンしています。キャッチフレーズは、美味しさはケアを、店名は省略して、ラブ、と呼ばれていました。大人気テレビドラマの3年 B 組、金八先生、シリーズにも時折登場してました。出店エリアは、東京23区を中心とする首都圏で、最盛期には約50店舗を展開していました。メニューにはハンバーガー、アイスクリームなどがあり、当時は珍しかったイングリッシュマフィンにツナとスライスチーズをサンドしたツナマフィンは人気メニューでした。1996年にバーガーキングに買収され、2001年には店舗がロッテリアとファーストキッチンに売却されることで消滅しました。森永ラブの裏話で面白いのは、実は店内で暗号が使われていたということです。店舗では1、2、3、4、5、6、7、8、9の画数字を CANDYSTORE のアルファベットに置き換えて表記していたそうです。日々の売上目標を80万や115万と記入するのではなく、80万ならオホイ、115なら CCY というように表記していたのだとか、これならパッとはわからないですよね。自分がアルバイト店員だったら全くついていけません。当時の従業員は聡明な方が多かったのでしょうね。今回は昭和から平成にかけていつの間にか消えてしまった懐かしの飲食チェーンをテーマにお届けしました。この動画で懐かしさとともに、あの頃の活気や夢にあふれた時代を思い出していただけたら嬉しいです。これからも懐かしくて元気が出る情報をお届けしますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。